ちょっと歌わせていただきましたけど、ここ1年ちょっとかな、
韓国語でね、歌を歌う機会も増えてきました。そうだね、もうなんだかんだで5曲、6曲ぐらいになりますかね。はい、そうですね、もう多分横浜とか、東京では見たことないんで、僕らぐらいなんじゃないかなと思ってます。行ったりなんかしてね、はい、まあね、こうなったら本当にね、はい、韓国でもね、ぜひライブとかもやりたいなというふうに思っています、はいはい、そんな夢が、はい、皆さん一緒に来てください。きっかけっていうのが、ありまして、はいはい、なんだ、そこの近所のね、某 FM、F 丸横浜っていう、あれあれですね、丸に必要する必要あるんですか。 F 丸横浜の、音楽番組に、はい、出演した時に、はい、僕たちの歌を、うん、韓国語にして、歌ってみなよって、うん、そんな企画が持ち上がりまして、うん、そこから、結構苦労しながらですね、うん、発音だとか、うん、ハングルだとか、うん、ね、もう最初はなんだこれと、うん、全くわからなかった。何の絵文字だよみたいなね、うん、絵文字もハングルもわからないっていう意味ではもう同じなんで、同じですからね。まあ苦労しながらも、はい、活動を続けてるわけですけど、うん、はい、まあ、僕たちの、うん、こういった活動を通じてね、うん、こういう機会とか、うん、日本とか韓国とか、はい、仲良くなるきっかけっていうか、そういう場が、作っていければいいなと思っております。はい、まあね、ね、そんな感じでありがとうございます。今日ね、こうしてライブやってるんですけどもね、うん、今日来てるね、お客さんといいますかね、皆さんの中で去年もね、来た人多いと思うんですけども、その時に去年僕たちがね、ライブをやったのをね、見たっていう人ね、ちょっとね、見ました、いいですかね。あ、見たことある。あ、嬉しいですね。あ、結構いらっしゃるんですね、うん、はい、じゃあね、ホームページ、堀君のね、このホームページでね、去年僕たちがやったライブの、ね、模様っていうのが動画で流れてるんですよ。はい、そのインターネットで見たことがあるっていう人。はい。あ、この方ね、ちらほらですね。はい。じゃあね、見たことねえよと。今日初めて見ましたって。誰だお前ら。あ、大多数ですね。そうだね。ね、誰だお前らはないだろう。言ってないですか。言ってない。言ってないですか。結構傷つきやすいんですね。ナイーブですからね。はい。素晴らしい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、ね、まあね、去年もやりましたね、はい、曲になるんですけども、はい、はい、遠い空の下でという曲なんですけどもね、うん、韓国語で言うと何ですか。モナモンジョハヌアルサ、大丈夫ですか、聞いてますか先輩。まあ、この後サビで言うんですけどもね、大丈夫ですかね、発音ね、はい、手拍子、はい、またもらいたいとか、途中一緒に歌うところもね、はい、あるかもしれない、ね、よかったら参加してください。はい、それでは、聞いてください。トミさん